HD23079 は、レチクルザの方向に、約109光年の距離にある恒星である。7等級であり、肉眼では見えないが、双眼鏡を用いると簡単に見ることができる。スペクトル型は F9.5V であり、水素を燃料とする、主系列性である。太陽よりも、若干大きく重いが、太陽と似た恒星である。 太陽が45.7億歳なのに対して、この恒星は約20億歳である。2001年10月、木星型惑星が周囲を公転していることが発表された。この惑星 HD23079 ビットは、アングロ・オーストラリアン天文台が、視線速度法で太陽系外惑星を捜索する計画の中で発見された。母星の h d 2 3 0 7九が、 太陽型の構成で、そのハビタブルゾーンの外縁近くを木星型惑星が好転していることで、生命居住可能なトロヤ惑星、または HD23079 ビットの周りを好転する太陽系外衛星が存在する可能性について検証が行われている。2019年、世界中のべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する。 機会を提供する IAU100 ネームエクセワールズプロジェクトにおいて HD16175 はブラジル連邦共和国に割り当てられる境外惑星系となったこのプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでブラジル国内での選考、国際天文学連合への提案を経て太陽系外惑星とその主星に固有名が 承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、HD23079 はツピ、HD23079B はガラニと命名された。これらはいずれもブラジルの先住民族の名前に由来しており、ツピはポルトガル人が南アメリカ大陸に至った16世紀以前に南米大陸の東海岸で、 最も人口が多かった先住民族であるトゥビ族に、ガラニはブラジル南部、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイにまたがる地域に住む最も人口の多い先住民族であるグアラニ族に、それぞれ由来して名付けられた。ありがとうございます。